新曲なんでね、こうやってみんなの前で歌を披露するっていうのはやっぱり緊張するんですけど、今のね、うちらの等身大の気持ちみたいなものをこうやって皆さんの前で表現できることにうちら喜び感じちゃってます。本当にありがとう。みんなはどうだった？緊張した？するよね、緊張。まさみとか舞台出る前もう超吐きそうとか言っててマジ超ウケたし、超ワロタ。え、言ってたよ、あさみ吐きそうって。ね、言ってたよね、あさみ。え、あさみだよ、あさみ。吐きそうって言ってたのあさみだよ。え、リオ？吐きそうだった人だよ。吐きそうって言ってた人だよ。あれ、リオ？マジポンツユ。そっか、暗くてよくわかんなかったからか、舞台袖。ウケる。何言ったらいい？わかる、わかる、わかる、あるある。でもさ、うちらの女、ごめんなに。わかる、わかる、でもさ、うちらの女、ごめん、大丈夫。いいよ、どうぞ。なんだって、でもさ、みんなの、うん、すごいかぶる、すごいかぶる、すごいかぶる。なんだって、じゃあうちら、綿菓子娘の結束力の高さを分かってもらえたところで握手会に移らさせていただきます。イエーイ。物販コーナーでお買い求めいただいた金額が5000円以上で、うちら、綿菓子娘のうちの一人と握手できます。すごーい。さらに、サイン入りのチェキが1枚出てきます。イエーイ。さらにさらに、8000円以上で2人と握手、そしてチェキ1万円以上で3人と握手、そしてチェキついてきます。すごーい。この機会にぜひお買い求めください。なお、この後15時から再びうちら、私娘のライブさせていただきます。またみんなに会いたいな。よろしくお願いします。それでは引き続きイオンフードコートでお過ごしください。それでは、屋台系アイドル、綿菓子娘のうららでした。ありがとうございました。それでは握手会に行きます。あ、カレー美味しそう。じゃなくて、座ってみんな。あんたたちさ、さっきからさ、ファンの人からの差し入れの見せ合いっ子、こんなのもらったとか自慢し合って喜んでるけど、それってどうなの？あんたたちさ、本当にプロ意識持ってアイドルやってんの？差し入れもらうために、おひねりもらうために、物もらうためにアイドルやってんのかって、そういう話。あさみどうなの？ヘアアイロン、そのヘアアイロンもらったのがそんなに嬉しい？あさみさ、今日振り間違えたよね。音が一瞬止まるところで顔動かしたでしょ。あそこ動かさないでって言ったよね。ねえ、言ったよね。動かしたよね。髪の毛アイロンかける前にもっとアイロンかけなきゃいけないところ、うららあると思う。あんたもさっきから自慢してるけど、15カラットのダイヤモンド、ダイヤモンドもらったのがそんなに嬉しい？あんたさ、さっき歌終わりのトークで、うららとトークバッティングしちゃったの分かった？3度、3度かぶった。1度じゃないよ、3度。グワシ。うらら話盛り上げようとして頑張ったけど、全部かき消された。それ気づいてた？ピカピカのダイヤモンドもらって喜んでるけど、
もっと磨かなきゃいけないダイヤモンド、裏であると思う。それからこれは、みんなに言えることだけど、みんな好きに喋りすぎ。あれじゃ分かんないから。情報量が多すぎて、お客さん何言ってるか全然分かんないから。一人が喋り出したらみんなは黙る。そして喋り出した人は最後まで責任を持ってオチまでつける。周りはしっかりと突っ込む。気を見計らってね。見上がっちゃダメ。神経研ぎ澄ませ。せっかくの機会だし、次のライブまでまだ少し時間あるから、うららが最近思ったこと、感じたこと話すね。最近みんなノーメイクで現場来ること多くない？どうせ現場でメイクするからって下地だけ塗って帽子深くかぶってくればいいと思ってるでしょ。それ違うから。さくら、あんたはメイクは行きの電車の中でするって言ってたよね。施設で下地を、 JR で塗装をそれも違うかな。家でしてくんのメイクは。みんなアイドルなんだよ。家を一歩出ればみんなアイドルなんだよ。もし万が一外でファンの人に会ったらどうすんの。がっかりするよファン。それでもいいの。ダメなの。メイクは家でしてこなきゃダメ。ブラなんて家出る4時間前に起きてメイクしてるよ。今日なんて起きたの明朝4時よ。でもそれがブロってもんでしょ。それから LINE グループうるさい。それからセブラグループ大会しすぎ。ブラが何度も招待してる。なぜにそうなる。みんな話したいことあるならここに電話しな。うらら、お肌のこととか考えて22時には寝てるのね。今日も明朝4時起きだったから。LINE グループの使い方を個人的な事情で考えないでいい。明朝4時が何？明日の朝？何言ってんのあんた。黙って。みんなにはもっとプロ意識を持ってほしいの。ここだけの話、赤木マネージャーから聞いたんだけど、来年からは新メンバーが入ってくるらしいの。今よりももっともっとメンバーを増やして数で勝負していくらしいの。うららは言ったよ、嫌だって。さくら、あさみ、リオ、キャレン、トシコ、うららの6人で綿菓子娘だから、この6人でやってきたんだから。硬くて小粒なザラメが最初はバラバラなうちらが、ゆっくりだけど一つの綿飴になって徐々に徐々にと大きくなっていく。そんな綿菓子だから、そんな綿菓子になっていきたいから、この6人で綿菓子娘であり続けたいから。だからさ、みんな頑張ろう。ねえ頑張ろう。アイドルの意志持ってさ、一人でも多くのザラメストをふわふわにできるように、一人でも多くのザラメストを幸せにできるように、今を頑張ろう、今を頑張ろう。ねえ頑張ろう。よし、はい。ラブミーテンダー、ラブミートゥー。赤木マネージャー、お疲れ様です。あ、すいません、ちょっとみんなで意識高めてました。あ、うららですか。わかりました。じゃあみんな、もうすぐ本番だから準備してて。赤木マネージャー、お話って何ですか。あ、さっきのトークですか。はい、ゲロ吐く連発しました。すいません。握手会ですか。ゼロです。チェキ取ってません。あ、でもリオが取ってて、その後ろにちょっと映り込めました。え、差し入れですか。差し入れ、板チョコです。1枚です。トシコから譲り受けました。でも差し入れをもらうことが
別にアイドルに繋がるわけじゃないと思うから、クビですか？クビですか？クビ？マジポン酢ダブルホワイト。君だけの景色を忘れない。